こんにちははいこんにちは、uh, 私はダンガオープンですぅマウンテンビューカリフォルニアからクリマシということで ディベロッパーアブドロケですけれどもツールについて話すのが大好きですということで私たちが Android Studio を作りましたその時にある目的のためにビルトした ID が必要だったわけですそして私たちの言語にきちんとチューンされてそして Android プラットフォームにネイティブなものが欲しかったということで IntelliJ をファンデーションにしたわけですそれによって大きなモーメンタムが短期間にできましたそして Android Studio は今やトップ120 95のアプリケーションゲームの92%が使っているすごいことです。 そして私たちが Android Studio を3年前に発表してからこれまで131回さまざまなプレビューベータそして安定リリースといった形で出してまいりましたこれによりまして本当に私たちの大きな成功があったと言えますそして私たちにはエンゲージメントの高いディベロッパーコミュニティがいます彼らは早期のビルドをトライしてもらってそして素晴らしいフィードバックをくださりますそれによっておかげさまで私 私たたたたたちちちはききききんんとフォーーカススしししし形ででピード感を持っててて前進してきまま去年1年1間多く考えてきました他に何ができるんだろうか生産性を加速的に良くして皆さんの生活をより良くするために何ができるのか皆さんが時間をかけているものは何なのか他に皆さんのこれからの仕事のスピードに対して大きなインパクトを与えるに何をできるのかということを考えてきました。ということで皆さんの中でスタジオをあまりよく知らないという方もいらっしゃいます。 あると思いますので本当に素早く60秒でこれまで何をやってきたかこの2016年のことについてお話していきたいと思います今年すでに私たちは Android Studio 2.0をローンチしましたこれはスピードに主眼を置いていますそしてインスタントランも導入しましたつまりコードやリソースの変更を直接に走ってるアプリケーションにスワップできるわけですそれで大きく加速したエミュレーターもありますしまた新しい エミュレーター UI GPU プロファイアプレビューそしてサーチディープリンキングクリエーションテスティングこういったもの全てが含まれていますそしてその後に Android Studio 2.1がありますこれは ヌゲットとともにやっていますということでこれによってすべての新しいフィーチャー API がサポートされます。エエミュレーターもテストできます。JAC コンパイラーサポートも皆さんが Java8 でトライすることができます。そしてすべてのリリースがより強化されている安定しているのが分かります。2.1では特にインスタントランに力を入れています。DEX をプロセスに入れこれが大きなアクセレデーターになっています。これは したったんですけれどもえきちんとした安定がなかったので2.0を遅らせることはないので2.1になりましたということで私たちは Android Studio 2.2という形になっていますこれは今プレビューがありますこちらの主眼としてるのはスピードとスマートそして Android プラットフォームサポートになります私たちはこれからもどんどん数週間で安定化をしていきます大きなステップとして4つの追加的な2 のプレビューがございますこれは GoogleIO 5月にリリースしてからのことになります。ということで2つのキーエリアについてお話ししていきたいと思います。XML とレイアウトです。皆様の中には 全ての UI デザインを XML でやりたいという人どの方が XML でやる人好きな人手を挙げてください私もたくさん XML で UI デザインやりますけれどもしかしながら多くの方はやはり可視化ツールを使って自分のアップがどういったものを描くかを見たいという方もいらっしゃるでしょう。ということでゴールを設定しました。本当に ツールを作ることが可能なのか XML のエディティング必要なしでですもちろんいつでも自分のコードを見て後から調べることもできますけれどもそれだけが自分の仕事のやり方であるはずがありませんということでこういった理由がありましたので新しいレイアウトエディターがありますたくさんのフィーチャーがあります例えばコンポーネントをドラッグしてそしてコンポーネントトリーやデザインサーフィスに持っていくこともできますし新しいブループイントモードがありましてそしてウィジェット どのようにコネクトしているか見ることもできますそして最後にこの新しいプロパティパネルです以前は皆さんが見ていたのは全てのプロパティでした ビューで使えるものが全て出ているそれを今キューレーションしたわけですそして一番インパクトのあるアトリビュートで皆さんのビューに合わせた形で見せることができるようになりました2番目の質問ですがこれはレイアウトに関するものです Android のレイアウトいろいろオプションありますよねリニアレイアウトもありますしホリゾンタルとバーティカルもありますねで考えてみるともっとシンプルなフレームレイアウトにしようかもっと複雑なテーブルレイアウトがいいかなと考えるでしょう これはうまくいかないなとじゃあグリッドレイアウトにするかリレーティブレイアウトにするかんでどうなるかというとこういったどれを使えばいいんだという問題になってしまうわけですなので私どもはコンストレイントレイアウトというものを導入しましたこれはこの後のセッションでもお話をいたします なので、あまりコンテナについて考えることはなく、コンテンツにフォーカスできます。で、レイアウトのその動かし方を考えればいいことになります。では、なぜ、なぜコンストレイントレイアウトを使うかですが、まずは高速 UI 開発が可能になります。ウィジェットを追加して、そしてコンストレイントをすぐに接続することができます。同時に、またよりそのリスポンシブなデザインを行うことができます。 レイアウトがそネクサスの5、6、6P でどういうふうな見方になるかですとか、こういうことを考えずにコンストレンスを追加して、レイアウトをうまくさまざまなスクリーンサイズに合わせることができます。これは特に Android 7.0が出てきますので、これはリサイザブルウィンドウをそのサポートしますからとても重要になります。3つ目の重要なところがパフォーマンスです。唯一のコンストレントレイアウトを使うことによって、ディープなそのリニアおよびレレティブレイアウトの階層を プレイすることができますこれらはすごく遅かったと思いますので,で、またそのジンジャーブレッドとの互換性があります。従って新しいプロジェクトだけでなく、こういったものを既存のアップでも使うことが理にかなっていると思います。で3つ目のツールですが、私どもがターゲットしているのはあ、Android のデザインエクスペリエンスを改善するレイアウトインスペクターです。 時にアプリケーションをロードするときになぜそのビューがオーバーラップしてるんだと、なんで属性,属性がその期待した通りにならないんだと思うことがあると思います。レイアウトインスパクターを使うことによってその、ビジュアルにレイアウトのスナップショットを見ることができます。でいろいろな属性ですとか階層なども見ることができます。これはデバッグにとても有用です。それでは少し時間をかけて、コーディングについてお話し,しましょう。 でこれでどういったお手伝いができるかお話しましょう。私ども、新しい Firebase プラグインを出しました。新しい Firebase サービス、Google.io で発表したものすべてサポートします。アナリティクスや a ズクラウドメッセージング、アップインデックシング、そしてその他を Android Studio でボタンをクリックするだけで追加することができます。とてもかっこいいです。もう一つ追加したものは、フルサンプルブラウザーです。 API のエグザンプルを見たい場合、例えば使い方を知りたいときは、Google サンプルの力をボタンのクリックだけで使うことができます。そうすると、ちょっと見てみて、その開始点と叩き台としてアプリケーション開発に乗り出すことができます。あとは、LINT をまたアップデートしました。そのコンテクストをスタティックに入れておくというのはよくないですよね。 メモリーリークを絶対に起こします。なので、これは警告します。そして、またそのインスタントランをブレイクしてしまいます。また、オブジェクトもスタティックにしておいてはいけないですね。これはそのコンテクストのレファレンスを含んでいる場合は特にそうです。従って、こちらよりももっといいものになっていきます。では、少しビルドをもっと早くするために私たちが何をするか、Android Studio2 での,その改善についてお話したいと思います。 まずはインスタントランです。<laughs> そしてそのこの先2.2で何が出てくるかということになりますで。このフローに乗るということですね。そして私たちのアンドロイドの流れ、乗るということ。そしてウェブの開発のようにサックスだけできることが重要です。そしてコード変更をすぐに見て、リフレッシュできることが重要です。そして流れに乗るということですね。でこれでインスタントランを作りました。 では今日はこの動かし方について示したいと思います。 それではまず ID e ですけれども皆さんが変更を起こした時に3つのやり方があります。1つは追加的なコードの変化の時は一番早いホットスワップになります。そして最初のバイトコードのところでやる場合にはそのコードパスを再方向してそしてこれは非常に早い形でできる形になります。そして実際にアクティビティを使うリソースチェンジになりますとこれがウォーム スワップになりますそしてコールドスワップというのは構造的な変更例えば、えー、メッセージシグネチャーとかまたはインヘリタンス構造の変更が必要なものがコールドスワップになりますそしてこれをベンチマークしましたウィキペディアアプリケーションを使いましたこれはオープンソースアップで GitHub で見ることができますそしてここのクライテリアを見てくださいこれは反復すると面白いと思いますベンチマークしたのは Android Studio2.0 でインスタントランは使っていませんそこでどのぐらいのスピードがプラスになったかというと10倍以上という形になりますそしてインフラで見ますとこれがきちんと同じ土俵で比べることができますそしてこちらの方が10倍速い2.0のビルドのスピードの方がこの1.5よりも速いことが分かりますというのはデックスピードそれから ADB プッシュがより速くなったというのがその理由になりますもう一つののベンチマーーークのやり方としてはユーザー がのためのデータを見ていることにあります。実際にユーザーごとの平均ビルドスピードを見ています。そして Android Studio をワイルドの状態で全てのハードウェア全ての OS 世界中のものを入れています。そしてホットスワップを4秒以下で行うというのがほとんどです。そしていくつのスワップがホットかウォームかまたはコールドかを見ています。そしてフルビルドのグラフでのビルドタイムがイン スタントランはある場合ない場合どうなってるかを見ていますそしてフルビルドのスピードでホットスワップの時間がどんどん少なくなりますそしてこういったホットスワップによってより早いスワップができるようになっていますここからの橋渡しと次のものがこの Android Studio 2.0がどのぐらいの向上改善があったかということですコールドスワップの一番大きいドライバーとしては AAPT におかげでありますつまり私たちはリソースを追加し変更しました AAPT の生成した ID ですそして AAPT を がどのようになっているかというと ID をもう一回リナンバリングしているということになりますそしてコードが変えますとそれによってコードスワップになるわけですそしてコードスワップ今20%がこういった形で動いていますそして2.2においては AAPT を書き換えてそして ID が定数になるわけですそして多くのホットスワップが可能になっていますそして2.2におきましてはスプリット APK を利用していますそしてフルなまたはツ 効果的なビルドを加速化します。そして11、12のデックスファイル。 を分割しましてそしてこの実際にリビルトしたものをスプリットしているわけですそしてこれからのリリースでこれを見ることができることになります私たちまだまだビルドタイムが長いと思っていますのでこれから短くなっていくと思います次のトピックはプロジェクトストラクチャーダイアログです私たちはここにも大きく投資をしています持続的な形でファンダメンタルに対して投資をしていますと言いますのはやはり皆さんに喜んでいただくために IDE は非常 非常に安定していなければいけないからですグレードルのビルドラングイジ言語というのは素晴らしく柔軟性を持っていますそしてアンドロイドの大きな資産ですしかしながら IDE はやはり 構造インプットを求めているわけですということで難しいところがありますということでグレードルのパーサーを書き直しましたそしてグレードルファイルをパーシングすることによってより精度を高めたわけですそしてビルドスクリプトの中の変数を見てそして皆さんが自分で操作できるようにしましたこういった書き換えのプロジェクトストラクチャーという形があるわけですそれによって Android Studio 2.3が非常に大きな形でダイアルが書き換えられたこと となりますそしてマニフェストファイルを見ていただきますと多くの皆さんが書いてないものが出てきますこれはマージドマニフェストタブがマニフェストエディターの中にあるんですこれは完璧なマージドマニフェストになっておりまして皆さんが変更を行うとライブでそれがアップデートされますそしてどこからそれが来たか分かりますインターネットパーミッションがここにありますけれどもプレイサービスマップから出ているわけですまた最後のトピックですけれども私の一番大好きな な C++ のサポートですまあ、簡単にするために全ての新しい C++ サポートをここにございますところをお話ししますそして概要をご覧いただければと思いますもうエディティングディバギングはサポートされています2.2によって新しいインテリ J 2016.1がありましてそこには C ライオンが入っていますそしてインテリ J のエンハンスメントが C++ になされています一番大きな変更と言いますのは C メイクの 追加 ndk ビルドのサポートがアンドロイドスタジオにあるからです。皆さんの中で c+++ で android で作業なさっている方。 ということで、これによって多くの場合、皆さんの既存のビルドシステムでこれを使っていただくことによって、Android Studio で C プロジェクトをグレードルに移さなくてもいいということになります。では CMake をちょっと見てまいりましょう。レファレンスとして CMake プロジェクトがグレードルファイルにあります。そして SO ファイルでこれが APK にリパッケージされています。どうやって動くかといいますと、グレードルが今、シェルアウトした形で CMake になります。そして CMake がメタデータをエミットしてそしてそれでビルドしてまたプロジェクトのファイルをビルドしていきます。それによって .h のファイルも見ることができます。そして新しいノードのヒエラルキーエクスターナルビルドファイルが新しいノードの下で出てくるわけです。 であとは通常の Android アップのようにランダイアログでそれを実行することができます。デパッカーに統合されていますので、ブレークポイントを設定して、アップを実行して、そしてネイティブコードで SO で実行することができます。NDK ピルトも同じようです。NDK ピルトで Android.mk をレファレンスとして使うことができます。CM ツールをその分岐させて、そして Android Studio でリードバックします。そして C++ でそのアリインポートする。 ということもできます最後はテストです でコアフィーーーチャーはローカルの,そのテスト環境になります私ども、Android のエミュレーターを今年の初めに出したこと、とても素晴らしいと思っています。まだ試していない方、素晴らしいツールです。すごいのは CPU、GPU、IO のスピードが上がっているということです。もっとそのどの端末でも高速化されています。また ADB のスピードも改善されています。信じていただけるか分かりませんが、そのアプリケーションやアセットを ADB としてプッシングするときは、ボトルネックがる。 改善そしてその回転ですとかスクリーンショットですとかそのロケーションを取るといったときでも改善されています。エミュレーター改善されていますが Firebase Test Lab というものをローンチしました。Android Studio の中でローンチできます。そしてクラウドでデバイスを選択します。でアクセスできないものも使うことができます。そしてデバイスハードウェアやプラットフォームバージョン、ロッケル、そしてオリエンテーションに関してもいろいろ自動的 に実行することができますテストを書くことも必要ないですフレームワークエレメントを使えばいいですねロボテストを使うことによってそのアップの練習エクササイズができますただロボテストの方で適切なそのエクササイズはできませんので皆さんでカスタムテストを書きたいということもあるでしょう でここも助けてあげますというのはエスプレッソテストレコーダーを追加したからです。でテストを作るのは大変ですよねで。皆さんが全員がやるわけではないと思いますので、デバイスをクリックしてレ、シークエンスをレコードします。そして、そのファイアベーステストラブでローカルでそのシークエンスを実行することができます。最後が APK アナライザーですで。こちらも重要ですねア。アプリケーションを作って、でも APK がすごく巨大になることがあります。で最終的には有 ユーザーザが APK を Google プレイからダウンロードするときはなるべく APK は小さくしたいですよね。APK のサイズはそのダウンロードとあとはその長期的なその維持率にも関わってくるからです。ツールはこの APK ファイルに入っていってそういったその追加のバルクとなるところの,その,その責任となるところを探します。そして DEX ファイルをなんとかその小さくすると。そして APK をすべてのユーザー向けに小さくしてくれます。 もっともっとたくさんあるんです。でこの短い時間では説明しきれないぐらいたくさんあります。新しいアクセシビリティフィーチャーですとか、インテリ J2016.1 のフィーチャーですとか、もっとリントの分析についてもエンハンスメントが行われました。もっと重要なのは、この新しい Android Studio のフィーチャーを楽しんでいただくことです。そしていろいろなフェーズ、開発のフェーズ、例えばデザイン、開発、およびテストで楽しんで使っていただけることになります。